こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、昨日ですね、昨夜なんですけど、ちょっとね、あるね、セミナーに参加しまして、それでね、そこでね、ちょっとね、面白い言葉をね、聞いたのでね、ちょっとね、その話をしようかななんて思います。まあ、成功する人と成功しない人の違いっていうかね、まあ、そこのね、セミナーでは、うまくいく人とうまくいかない人の違いっていうようなね、そんな話を、まあ、したんですけど、その中でね、まあ、うまくいく人っていうのは何かっていうと、やっぱりね、素直な人、まあ、言われたことをね、まあ、メンターとかね、まあ、言われたことをね、素直にやる人、まあ、はい、わかりましたって言ってね、うまくすぐにね、やる人、そういった人がね、やっぱりうまくいくっていうことなんですけど、うまくいかない人っていうのはね、何かっていうとね、いろんなね、理由をつけてやらなかったりする、したりする、まあ、そういった人がうまくいかないっていうことなんですけど、まあ、その中でもね、やっぱりね、こう言われたことに対して、まあ、うまくいってないとね、ちょっとね、こうなんでうまくいかないとかね、すごくね、悩んでる人がね、もしかしたら、ね、言ってしまうのかもしれないですけど、まあ、自分はね、やっているつもりだけどうまくいかないって言って、それで、まあ、こうした方がいいよとかね、メンターに言われるとね、何かカチンとくるか何かわからないんですけど、まあ、言い訳を言ってしまうっていうようなね、人はね、うまくいかない。その中でね、出てきた言葉っていうのがマスカラ病っていうことなんですけど、マスカラ病、皆さんね、どんなね、病気をイメージしますかね。マスカラ病、マスカラっていうとね、まあ、女性の方がね、こうまつげをね、こう整えたりする、なんかね、そういったもののね、のがマスカラって言って、まあ、男性にはね、あんまり馴染みがないんですけど、でも全くそれとはね、関係ないもので、言葉なんですよね。マスカラ病、マスカラっていうのはね、例えば何かね、これやってくださいっていう、ちゃんとやってくださいよとかね、もし言われたとしたら、やってますからとかね、まあ、ちゃんとね、行動してくださいよとかって言われたら、行動してますからとかね、それで、これこれこうだからってね、まあ、メンターがね、言うと、知ってますからとかね、分かってますからみたいな、そんな感じでね、最後にね、何々、してますからみたいなね、感じで言う人をね、マスカラ病っていうようなね、言葉で、なんかね、すごくね、あ、面白いなぁなんて思いました。まあ、よくね、言い訳とか、まあ、これやった方がいいよって言うと、でも、だって、どうせ、みたいなね、そういったね、3D っていう使い人もね、いると思うんですけど、そういったね、マスカラ病の人もね、いるなぁ、確かにいるなぁなんて、そんな風にね、思いました。それでね、今日はね、うまくいく人とうまくいかない人っていうね、そんな話で、やっぱりね、うまくいくって人はね、素直なんですね、すごく。まあ、何々やってみてって言うとね、すぐ、それをね、やってみる。それでね、やってみて、それでね、いろんな問題をできたら、すぐにね、メンターにね、これやってみたんですけど、まあ、そこでね、やりもしないでね、こうで、ああで、こうで、みたいな風にね、やっぱりね、言ってしまうって人はね、うまくいかない。まずはね、言われたことはね、素直にやってみるっていうことがね、すごく大事。やっぱりね、それでね、こう、まあ、うまくいかなかったりしたら、まあ、またね、聞いてみるっていうことがね、すごく大事で、自分もね、昨日ね、ちょっとね、そのセミナーで、まあ、まあ、50人以上の方がね、参加している中で、ちょっとね、質問はね、したんですけど、その質問する勇気っていうのもね、本当にね、自分、昔はね、なくて、多分ね、質問なんてできなかったんですけど、質問ありますかって言った時に誰もしなかったんで、自分がね、ちょっとね、質問をしたっていう、それもね、すごくドキドキなんですけど、そうやってね、質問をするっていうのもね、すごく大事で、やっぱりうまくいく人、まあ、成功する人と成功する人の違いっていうのは、素直で、そうやってね、質問、わかんないことはね、どんどん質問する。まあ、質問されてね、まあ、そんなのね、そんなのも知らないのみたいなね、言われるっていうことは絶対ありませんので、まあ、そういったことでね、質問したりする。まあ、何か言われた時にね、知ってますからとかね、やってますからって、そんなね、マスカラ病の人ってね、やっぱりね、成長もないし、成功もね、しないんじゃないかななんて、そんなこともね、思いました。それでね、またね、うまくいく人、成功する人のね、話で、やっぱりね、こう、勢い、ノリっていうことをね、言っていた人がいて、まあ、これいいよ、やってみなって言うとね、何ですかそれ、楽しそうみたいな感じでね、すぐにね、やる、本当にね、やりますか
あ、やってみますって言ってる、もう最初に、あ、やります、やります、やってみます、みたいな感じで 0.2 秒でね、答えるみたいな、そんなね、感じの人の方が、まあ、それっていうの、本当にね、ノリがね、すごく大事で、まあ、まあ、そこでね、ノリだけで、やってみますとかって言って、やんないっていうのはね、まあ、またまたね、まあ、問題外なんですけど、でもね、そうやってノリをね、すごくね、大切にすると、やっぱりね、楽しいですよね、そういう風に。まあ、やってみます、頑張りますみたいな、まあ、頑張りますっていうのはね、あんまりね、良くない言葉ともね、言う人もいるんですけど、やっぱりね、そういったノリっていうのはね、すごくね、大事で、まあ、ちょっとね、メンターが言ってることがね、なんかね、ちょっとね、おかしなこと言ってるなみたいな、そんなことに思ってもね、でもね、メンターはね、それでね、まあ、成功していった人っていうことなんで、まあ、そこでね、それ疑ってかかんないで、まあ、本当にノリでね、あ、やってみようっていう感じにね、すぐやるっていうようなね、ことがね、すごく大事だなと思います。自分もね、この、YouTube でね、話してることっていうのは、やっぱりね、聞いてすぐにね、自分もね、やってみようっていうことでね、まあ、皆さんにもね、シェアして、それで自分もやってみるっていうことなんですけど、まあ、続かないこともね、本当に確かにね、多いんですけど、でもね、それをね、まずすぐにやってみるっていうことで、自分もどん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 ね、成長してきたなぁなんて、まあ、これがね、一歩一歩登っていけば成功にね、繋がっていくのかなぁなんて、そんなことも思いましたので、本当にね、まあ、ノリでね、やってみるっていうことはね、大切だなぁなんて思いました。はい。ではね、今日はね、うまくいく人とうまくいかない人の違い、まあ、成功する人と成功する人の違いにもね、つながる、そんな話で、マスカラ病っていうね、面白い、まあ、名前で、こういったね、病気はあるわけではないんですけど、まあ、すぐにね、やってますから、行動してますから、とかね、分かってますから、してますから、ってね、言う人っていうのは、なかなかね、成長をしない、それで成功もしないっていうようなね、そんな話をしてしまいました。はい。ではね、今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい。それでね、やっぱりね、こういった話とかね、そういったものっていうのはね、こう人脈があって、まあ、そのね、セミナーに自分もね、参加させていただいたっていうことで、まあ、いろんなね、まあ、そういった学びっていうものをね、毎日ではないですけど、週にね、本当にね、2回とか3回、自分はね、そういったものにね、参加、最近ね、していますが、まあ、一緒にね、こうやって学べる場があるっていうものがね、すごくね、自分にとって、今はね、成長するためには本当に大きなね、まあ、ものなので、もしね、一緒にね、学びたいって方がいたら、連絡いただければね、まあ、最初はね、無料とかそういったものがあれば紹介はできるんですけど、まあ何人かの方にはね、今は毎回無料の時はね、連絡してるんですけど、まあある程度ね、コメンターに、まあ、の教えみたいな、そういったものをね、まあしてもらうようになると有料にはね、なってしまうんですけど、もし興味のある方はね、一報連絡いただければ、無料か、まずはね、無料で話聞いてみる、見たいっていう方はね、ご連絡ください。はい。では、今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。